はい、始まりました。陶芸細工亀の屋の早でございます。このネット上の屋台にふらっと立ち寄ってくださった方、またいつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます。本動画の解説雑談音声は副音声のようなものですので、お好きな音声音楽と一緒にどうぞお楽しみください。解説なしの4倍速バージョンを気まぐれに上げておりますインスタ、それから作った生き物のもらい手さんの募集のための屋台はですね、概要欄から飛ぶことができますので、よろしかったら覗いてやってください。本日はライオンの子供の方をですね、作ってまいります。まあちょっと序盤はですね、動きが多いですので、ここら辺目の前のいじっております粘土の方の話を少しずつしていこうと思っています。まず足をひねり出します。足なんですけど、ちょっとライオンの子供の中でちょっと印象的なのはやっぱ足なので、私の中では、なのでそれをちょっと作り込みたくてですね、やや長めに撮ってで、かつ、これからこの足を相当放置しなきゃいけない感じがしたので、放置というのも何ですかね、細かなところを作り込むのは後にしたいわけなんです。なんでかっていうと、まあ、他のところをねいじってるうちに細かいところ作ったのに、手でね潰しちゃうなんていうことが、結構ねありえますので、細かな作業は後回しっていうのがなんだか基本のようです。で、足は放置するために水をさっきねまとわせて乾燥を防いでおいて、他のところに取り掛かっていきます。頭の部分、それから尻尾の部分、あとね体の厚みなんかも気になった段階で増やしたりとか、減らしたりとかしていきます。顔ね、耳の部分になるであろう粘土を確保して、他のところに移っていく感じですかね。今日は、まあ、今回は、どこら辺の、私ね毎度毎度ツイッター上の動物たちの動画画像なんかをよく、参考にさせてもらって、作ることが多いんですけれども、本日の、お世話になった動画の方は、という話をしている間に尻尾、そう尻尾ね、ライオンの尻尾ってイメージ的にはこうシュッと伸びた後にこうね、なんだろう、F でみたいなね、シュッて毛がねついてるっていうイメージがあるんですけど、ちっちゃいね赤ちゃんの場合はなんかね猫のような感じですかね、尻尾のね形が。なんかライオンの子供の尻尾ってどうなってんだろうなんてあんまり普段ね考えないじゃないですか。まあ実際私考えてなかったんですけど、実際作るとなったらね、なるほどこうかっていう感じだったので、今回のツイッターのお世話になったのは富士サファリパーク公式さんのライオン動画ですね。ライオンの赤ちゃん動画、結構ね富士サファリパークさんはライオンの赤ちゃんガンガンにね見せてくれるんでね、なかなか癒されますね。それを参考にこちらの耳の方もろもろ今ね作らせてもらってるところですね。さあさあ、ちょっとカットを挟みまして、形の方を整えていく様子を
ご覧いただいております。この顎のあたりとかね、そこら辺も気になりますよね。それからこの足です。ツイッター概要欄に貼っておきますが、その富士サファリパークさんの、そちらを見て分かる通りですね、足がでかいんですよ、ライオンの赤ちゃん。足がね、ドドンと大きい感じの作りになってます。これがなんかね、非常に印象的だったので、そこのところをちょっと再現したいなと思って、まあ足っていうか、こうね、なんか人で言うと手のひらの部分というかね、手の部分ですよね。その肉球とか爪とか、なんかそこら辺の構造がもろもろこう詰まってる手の部分のなんかね、でかさをちょっとね強調したくて、そこら辺を今作っていっています。そのためにね、足をまずやや長めに作って、後からこうねギュッと押しつぶして、足先の方をデカめに広げたかったっていう、そういう意図が、ありまして、やっておりました。さあね、このモコモコのね、今ちょっとねツイートの方を見てるんですけど、このモコモコの手の感じ、どうにか作ってみたくてね。でもね、爪を、なんだろうな、爪を描いてみたりとかしてもよかったんですけど、なんかね、ちょっとそれは蛇足かなと思って、どこの部分を、強調して、どこの部分を残すか、とかね、あとなんか、ゴテゴテ、あんまり入れすぎると、ちょっとね、うるさい感じになっちゃうので、手に関しては大きさだけでいいかなということで、はしょっていきました。さあ、これから先、手が仕上がってまいりましたら、顔に移っていく様子をご覧いただくことになるんですが、ね、今日はね、これね、ライオンをね、作るときには、ちょこっと喋ろうかなーって、思ってたことが、まあまああって。皆さん、ジャングル大帝って、アニメでも、漫画でも、ご覧になったこと、ありますか？ジャングル大帝レオですよね。ジャングル大帝。私、非常にこちらが好きで、まあ、好きでというかね、もうなんか、もう血肉になってるんじゃないかな。わからないレベルですり込まれているというかね。まあ、かく言うのも、小学校時代にね、死ぬほど読んだんですよね、漫画を。ジャングル大帝、手塚治虫先生のね、ジャングル大帝、漫画で、まあ、ご存知の方は当たり前だよっていう感じかもしれませんが、何巻発売されてると思います？ね、たった3巻なんですよ。たった3巻。3巻だけ。しかもこの3巻がね、珠玉の3巻でね、いやー、小学何年生の時に読んでたのかな。小学何年生になっても読んでた気がしますよね。繰り返し繰り返し読んでたものの中の一つですね。ジャングル大帝。たった3巻。幼年期と青年期と、それからね、まあ年齢的にはどうだったかわかんないけど、言ってみれば、壮年期みたいな、別れ方をしているんですよね。主人公のね、レオがね、小さい時から、だんだん大人になっていく。そしてね、その命をどう使っていくかっていうのがね、
当にね、大河ドラマです、大河ドラマ、マジモンのね、あれを、あれが好きな小学生時代をね送ってたから、そりゃね、ね、ビースターズもそりゃ好きですよね。もうあのね、動物を人間化したものとかね、動物が、全てにおいてのなんていうか、まあキャラクターになってるっていうかね、そういうものに関してはね、ほんと目がないですね。本当にビースターズしかりね、これ振り返ってみればこのジャングル大帝もそうだったなっていう。あとね、皆さんシャーロック・ホームズ、名探偵シャーロック・ホームズだったかな、ご存知でしょうか。アニメですけども、これの場合は全ての登場人物が犬っていうね、それでシャーロック・ホームズをやるっていうね。あれですよ、みんな本気で犬だったらねどうしようもないんですけど、二足歩行の犬ですね。キャラクター化された犬たちが、織りなしていく、シャーロック・ホームズなんですけど、まあこれの話もね、まあ、じっくりしたいところなんですけど、テレビアニメシリーズになってる名探偵シャーロック・ホームズ、監督宮崎駿の絵画ですね、ございまして、もう本当ね素晴らしいです。よろしかったらどうぞ。まあこれは置いといて、この話をしたいんじゃなくて、私は、せっかくですからね、ジャングル大帝の話をしたいなと思って話してるわけなんで、そっちにちょっとちょろっと戻りますけれど、そう、おすすめです、本当に。本当におすすめです。命ってなんだろうかっていう、ね、本当にね、じんわりと、本当にじんわりと殴られる作品になってます。なんだろう。ね、ディズニーのね、ライオンキングが、ジャングル大帝の、なんだろうな、にインスパイアされた作品なんじゃないかって、言われていたようですが、まあまあ、それは置いといて、まあ置いといてですよね。いやー、本当に何の話したいんだ？なんか、語り尽くせないんだよな。ああ、じゃあ、こういうラインで話をしましょうか。もうさっき、冒頭、ジャングル大帝の話をしようと思ったときに、一番最初にちょっと申し上げた通りですね。なんだろうな、血肉になっちゃってるっていう作品ってありませんか？皆さん。もう、なんか、あれっていい作品だよねとか、あれって青春時代だったよねみたいな、なんかあれってっていう振り返りするときに、もうなんか位置づけできないような作品ってありません？なんかそういうやつなんですよね、ジャングル大帝って。私の中で名作って言うといろいろまあ上がるんですけど、ジャングル大帝を名作っていうふうには言い切れないっていうか、もうね、もう自分の一部にどっかなっちゃってるんで、もうちょっと、なんだろう、棚の中に置けませんみたいな、こういうふうに、ここの棚に置いてありますよって、陳列できませんみたいな、すいません、ちょっと体の中にもう買っちゃってるんで、もうちょっと、それが何かっていうのは、ちょっと語れないですねみたいな、そういう作品ってありますよね。そう、その中の一つですね。あとね、他に皆さんどんな作品が脳みその中浮かんでますか？私の場合はエヴァンゲリオンですね。あとこのジャングル大帝と並んでやばいやつ。じゃあもうね、本当にね、じゃーって言っちゃったねー、これね、
エヴァンゲリオンは、私本当に、語れないぐらいの何か だったし、であるっていう感じが非常にいたします。エヴァンゲリオンと一緒に大きくなっちゃったみたいなね。そういう人いっぱいいるんじゃないでしょうか。私もその中の一人って感じですね。もう年齢層がね、なんか、まあこれを言うと本当にね、年齢がダダ漏れなんですけど、もうどうでもいいですけど、どうでもいいんで喋りますけど、エヴァンゲリオンにおいて、主人公たちがね、年齢があるんですけど、それがね、14歳っていうことにまあなってるんですよ。主人公たちのね、エヴァンゲリオンは14歳じゃなきゃ乗れないっていう、そういうことになってるんですけど、14歳、エヴァンゲリオンが放映されてた時に14歳であった、シンジ君たちと同じく、時同じくして14歳だった私は、なんですかね、もう直撃世代で、ほんとね、部活終わりに6時半、確かね、6時半だったんですよ。水曜日の6時半だった気がするんですよ。で、それに間に合うように部活終わり、全力疾走で帰るっていう 今だーみたいな感じで、うわーって走って帰って、見て、はーってなるっていうね。そういう生活を、一時期送ってた気がしますね。中学校2年生。確か中学2年生。懐かしいですね。本当に。だからね、もう好きとか嫌いとかに言えないんですよね。好きっていうのもなんだか怖いみたいな。嫌いなわけではないけど、好きとも言えないみたいな。もうちょっと、刺さりすぎてて、自分の体の一部になっちゃってるんで、もうダメですみたいな。そういう作品ですね。本当に。だからね、映画化ね、してるじゃないですか。映画化。まあ、幾度となく映画化してるんですけど、まあ、幾度ってほどでもないけど、まあ、全部見てきて、で、もう本当に大きくなってからね、序破急の、新、ね、エヴァンゲリオンが始まったわけなんですけど、映画版がね、あれ見られませんもん。一作品目は見たけど、なんかそっから先ね、なんかちょっと怖くなっちゃって見られないっていうね、好きすぎて。好きすぎて？違うな、なんか怖くて見られない。もうトラウマなんでね。エヴァンゲリオンイコールトラウマみたいな。エヴァンゲリオンイコールなんか自分の中の痛い何かみたいな感じになっちゃってるんでね。見られないですね。だから完結して自分の心が落ち着いたら見ようみたいな。その時までにさらに私が大人になれてたら見ようみたいな。そういう存在ですね。ジャングル大帝もまあまあ、なんかもう一回落ち着いてあれを3巻丸々読みたいかって言ったら、なんかちょっとなんだかね。でも間違いなく皆さん、えぐられる方にはえぐられるものなので、ぜひジャングル大帝、覗いてみてください。すごいですよ。すごいです。本当に。あれを何度も読んでた小学生時代がね、何だったんだろうなーって思いますね。だから今読んでみたらまた感じるものが絶対的に違うだろうから、今読むべきなんだろうな。エヴァンゲリオンも今見るべきなんだろうな。それと並んで読んだったら手塚治虫でね、手塚治虫作品で読んでたもので言うと、ブッダっていう、ゴータマ・シッタールダ、ブッダですよ、ブッダ。仏教のね、それを、
モチーフにした作品があるんですけど、それもね、死ぬほど読んでましたね。頭がおかしくなるぐらいね。小学生時代に読むもんじゃない気がしますけど。という話をしていたら、ライオンの子供、完成いたしました。いかがでございましょうか。だらだらね、そんな話しちゃいましたけど、とりあえず、それではここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。画面内右下の犬マークからよろしかったらチャンネル登録、グッドマークと押していただけると嬉しいです。またどうぞ屋台陶芸細工亀の屋覗きに来てやってください。ね、作品との出会いは人生との出会いというかね。ではでは。